はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンボールフュージョンズ続きをやっていこうと思います。今回ですね、この左の参加者受付から、あの曜日トーナメントね、あの月曜日からね日曜日まで、まあ1日1回できるトーナメントがあるんですけど、それをねもう残りあと金曜日だけなので、まあここをクリアしたらおそらく称号がもらえるんじゃないかなと。なのでね、やってみようと思います。なのでね、負けられない戦いなので頑張っていきたいと思います。はい、1位から3位を予想してくださいと。的中したら商品をプレゼント。これなかなか当たんないんですよね。まあ1位は自分が勝つつもりなので、1位自分でしょ。まあ、この中から、まあ、1.1 倍が一番勝つ確率高いんでしょうけど、うん、まあここら辺でしょうね。3位はじゃあベジータ来るかもしれないんでね、これでいきたいと思います。よろしいですか。はい、このピッコロ大魔王様に歯向かうというのか。ああ強いですね。なるべく先手打たれたくないので、先手打てるキャラを入れてきたんですけど、さすがに早いですね。なので格闘でちょっと飛ばしたいと思うんですけど、ここかな、危ないな、なんかな。この4体来られるとね、飛ばされる可能性高いな。お、これで主人公のダブルアタックまで来てしまえばなんとかなるとは思うんですけどね。これ3連戦なんですけど、こっちの場合 HP 回復ないので、そこがちょっときついところなんですけどね。はい、これで主人公の番が来た。よし、ダブルアタックがね結構重宝するので、よし、リングアウトさせてしまえばもう勝ちなので、勝ちなんですけどね。ギリギリのところにいると自分が飛ばされかねないので、はい、これでまず1人勝ちました。なのでね、あと悟空、これで飛んでくれればいいんだけど、飛ぶかな。お、行きました。これ軽技師とかあるとね、ちょっとやりづらいんですよね。はい、そしてセルーザ、セルーザはあんまり飛ぶものを持ってないので、ここをねカロリー連れてきた方が良かったかなって今更思ってますね。まあ大丈夫ですよ、なんとかなります。はい、そしてゴルス、デコピンがねかなり重宝するんですよね。あわよくば飛んでくれればいいけど、飛ばないか、飛ばないけど1体倒しました。お、飛びましたね。ですね、中の方のキャラクター倒してくれると自分としてもありがたいのでね。これで決める。お、大丈夫かな。お、大丈夫でした。なので主人公でミニッチコンボ、ここやっちゃいましょうか。なんということ。はい、人がたまりました。ということで必殺技時飛ばし、これで飛ばしてしまえば、あ、弾じゃない、間違えた、劇ですね。まあ、こういう思わぬね失敗がね結構危ないんですけど、まあデコピンできるので、まあ、時飛ばしまでが一緒なんでね、たまに間違えますよ。はい、行きました。一人もやられませんでした。
まあ、この状態をあと3回、2回か、あと2回やらなくちゃいけないんで。はい、じゃあベジータが、あ、ベジータが勝ったんでね、あとトランクスがね勝てばいいのかな。さて準決勝はスーパーサイヤ人ベジータチーム、まあ、ここも勝たなくちゃいけないんでね、何としても勝たないといけない、来週まで待たなくちゃいけないので、それがきついですよね。貴様の実力がどれほどのものか見せてみろ。なのでここはどうした方がいいかな、まあ、格闘で飛ばしてしまうって手もありますけどね。まあ、早い話ここで全開アタックで、まあ、デコピンが使えるのでね、まあ、これでかなり飛ぶので、まあわよくば7つまで溜まればいいんですけど、溜めさせてくれない、全然溜めさせてくれない。7つまで溜まっちゃえばもう一撃で倒せるんですけどね。これいくらか飛んでくれると嬉しい。よし、 OKOK、 リングアウトすれば勝ちなんで、ね、ナッパ倒しました、ベジータも倒しました、あと2体飛ぶかな。押し込んだ、あと1体、まあ、こういうやり方がありますね。だからゲージ貯めとけばいいんですね、要はね。でここで主人公で攻撃して、あと悟空でハメハメハが打てれば、これでもゲージが溜まるんでね。はい、これで決勝戦です。案外早かったですね、2回戦目はね。お、的中しませんでしたけどね。さて、それでは始めてください。決勝戦、ここに勝てばとうとう称号が手に入ります。まあ、負けてしまう可能性もあるんでね、いきなり先手打たれるとね、何もできないまま終わってしまう時もあるので、俺様に戦いを挑むとはいい度胸だな。まあ、慎重にいきましょう。あー、4体連続で来るのか。まあ、こういうのがあるのでね、怖いんですよね。ここら辺かな。ああ、しかもガードされてるし、こういうのが続くと、まあ、困りますよね。まあ、3体いきますけど、まあ、飛ばされないように頑張りましょう。まあ、攻撃食らう分にはそんなに対してね強くはないので。お、いいね、ガードで、ま、いい具合にまとまってくれてるので、5球とかでねカメハメハが打てればいいのかなとは思いますけど、なかなかそうはいかないですよね。はい、おー、でゴルス、ここで気弾打っちゃえばかなり違うと思います。お、まとまってくれましたね。相手もリング外にね飛ばそうとしてる可能性あるのでね、なるべくリングから飛ばないようにね、ガードしていければいいんじゃないかなと思うんですけどね。あ、跳ね返って飛んだかも、逆に。あ、飛んだな、これ。おお、ギリ。ギリで、ここで、ダブルアタック。主人公でね。相手がいい感じにね固まってくれてるんでね。あわよくば飛ばしてくれればいいですね。
この時カロリーのモンスタークラッシュがあればね、だいぶ違うんですよ。まあ、なら連れてこいって話なんですけど、ウルパーカメハメかな。はい、まず一丁上がり、どこまで行くか。お、2体目、3体目行かないか。はい、セルーザの打てるかな。さささ、お、打てますね。フルパワーデスボール。ヒットは飛んだかな。お、大丈夫ですね。逆ですね。よし、これでゴルスが溜まってるので、必殺技でデコピンで飛ばしてしまえばいいんじゃないかな。ガードしてもね、倒せると思いますので、2006なんてね。あと主人公でね、攻撃してしまえばもう勝手に飛ぶんでギリなんでね。でもどんなにガードしても飛びますね、ここは。はい、勝ちました。俺様が負ける。なんだか美味しいものが食べたいな。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あなたの勝利ですと。2つ的中かな。優勝したカズボさんには商品が贈られます。なんと見事2つ的中しました。3つは的中したいですけどね。まあそうはいかないですよね、なかなか。オッズが高いほどもらえる経験値が多くなりますと。星を手に入れた。はい、なんかね、ハイパー気合ガンとかももらえますね。ハイパー気合ガンだけ覚えさせますよ。本日のトーナメントはこれにて終了です。またお会いしましょう、さようならと。はい、なんとね、とんでもないことが起きてしまいました。まあ、修行一覧なんですけど、今日金曜日なんですね。で、今金曜日のトーナメントをクリアしたんですけど、なんと金曜日に称号がつきませんでした。というのが、あの日付が変わる木曜日から金曜日にかけてずっと電源つけっぱなしでゲームやってたんですね、ドラゴンボールを。そしたら、あの金曜日にやったんですけど、今金曜日なんですけど、木曜日判定みたいな感じで、まあ、金曜日につかない感じですね。で、先ほど戦ったのが金曜日の戦闘なので、なので、また1週間待たなくちゃないのかなーっていうね。なので、金曜日になって1回電源切ってつけてから、次回やろうと思います。まあね、トーナメント。そうですね。本当は、ここで全ての予備を優勝しようをつけて、あの、邪念ブーを作ろうと思ったんですけど、もう今週は作れないみたいです。なので、また来週ですね。なので、クイズもちょこちょこ埋めてって、クイズも、どうなんだろう、そういう感じなのかな。じゃあ一回電源切ってつけた方がいいかもしれないですね。5問目なんですけど、16問目まであるので、あと11日ぐらいかかりますね。ちょっと用事あったりしたらできないかもしれないので、まあこれもね、まあその時に出したいと思います。なのでね、まあああいうトーナメントがあるっていうパートになっちゃいましたね。なのでね、ああいうオッズとかもあって、3個、まあ3チーム見事的中すると、まあボーナスがもらえたりとかね。まあ、そんな感じです。まあ、今現在、あの、午前2時20分ぐらいなんですね。なのでね、まあ、仲間を入れようと思って、オリジナルキャラも入れようと思ってずっとやってたので、というのが、まあ、ちょっと収録してたんですけど、まあ、キャラ図鑑でね、
こう並び替えで、キャラランク、もっと違う。キャラランクが C でね、仲間にいる、いないって選べますけど、これでやると、あと1体なんですよ。なので、まあ、この動画をちょうど作ってる最中に日付が変わってまして、で、それで木曜日判定っていうね、とんでもないことですね。なのでね、まあ、今回これで終わりたいと思います。次回はね、またこの C ランクを全部集める動画を出したいと思いますので、まあ今ちょっとネタバレしたんですけど、あと1体なのでね、まあ、なんとか集めてみようと思います。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。